地方創生、地域活性化を担う日本のリーダーを迎えしてお送りする今週のリーダーズボイス。毎回多種多様な職業の方にお話を伺っていきます。第64回のリーダーズボイス、お一人目は今回2度目のご登場となります天雲武信さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。天雲さんのプロフィールを改めてご紹介させていただきます。2007年鶴見大学歯学部卒業、2008年加藤歯科院ユニオンセンター歯科室入職、5年間副院長として勤務、2013年横浜市内に天雲歯科医院会員、2016年静岡に分院を会員、本院を6倍に拡大移転、そして今年2020年8月には中華街に会員予定だそうです。削らない抜かないをモットーに、虫歯や歯周病の治療から小児歯科、口腔外科、矯正治療、インプラント治療、新鼻歯科、予防歯科まで幅広く対応する地域密着型の歯科医院を運営されているとお聞きしますが、特に予防歯科に力を入れているということなんですけども、改めて詳しくお聞かせいただけますか？はい、当院では、いろんな治療に対して皆専門家がついて対応しておるんですけども、その中でも特にやっぱり予防歯科といいますか、定期管理型の歯科というのを目指しております。力を入れておりまして、やはりお口の中っていうのは体の中の一番最初の外界から触れる部分であり、そこをしっかり管理することによって全身の健康を保てると思ってますので、そのためには定期的にやっぱお口の中を管理し、菌のコントロールや噛み合わせとかいった機能的な問題もちゃんと見ていくことによって、全身の、それが最終的には全身の健康につながるということで、聞かれています。はい、今診療方針を掲げようと思われたきっかけも理由もお聞かせいただいたんですけれども、はい、大丈夫です。地域密着型の歯科医院としては異例の患者様が通われる歯科医院として大人気と伺っています。一月の患者数と人気の秘訣をぜひ教えてください。はい、今おかげさまで一月大体2300人から500人ぐらいの患者さんがご来院されるんですけども、そうですね、秘訣というか、会員当初からやっぱり人と人との、コミュニケーションというかそういうことももちろん力を入れてますし、やはり歯科医療において、教科書とか今まで習ったことを実践するのももちろん大事なんですけども、それだけではやっぱり対応できないものがありまして、一人一人に合ったその治療っていうのをしっかり、親身になって考えてやっていくことによって、本来というかもともとはそんなにホームページも僕いなくて会員したんですけども、おかげさまで口コミがどんどん広がっていってくれまして、それでどんどん広がっていったって感じですかね今。でも新型コロナウイルスの影響で天雲歯科も相当のダメージがあったというふうにお聞きしているんですが、そうですね、やはり予防歯科というか、定期管理型に力入れてますんで、テレビとかで不要な治療は控えてくださいというような報道も結構あったもので、やっぱり皆さんちょっと休むわということで、そうですね、全体の3割4割ぐらいの患者さんがキャンセルというか、毎日そういうのが続きましたけどね。そんな中でも新型コロナウイルス対策についても工夫されているとお聞きしたんですけども、そちらもお聞かせいただけますか？はい、もともと定期管理型の予防歯科ということで、感染予防には力を入れてまして、例えば治療に使う水も、力を入れて、除菌水を流したりだとか、治療する上でもそれの効果もすごい高いので、そういうことをしてはおったんですけども、その他に今新しくちょっと秘密兵器といいますか、そういうのも入れまして、それで今対応しています。その秘密兵器についても教えていただけますか？はい、でこれ院内全体にナノゾーンコートと呼ばれる酸化チタンの光触媒効果がある、コーティングを全部施工しまして、調べてみたら、その酸化チタンの光触媒効果っていうのは、もともとは日本が、世界に誇る環境技術で、確か1967年ぐらいに東京大学で研究されて発見されたもので、酸化チタンの光が当たると空気中の酸素や水分に反応して、その酸化チタンに触れるウイルスとか、細菌とか匂いの元になる
細菌だとか、そういう、あとはハウスダストとか、そういう皮下症候群とかのアレルギーを引き起こす VOC といわれる、まあ揮発の有毒ガスですね、それも分解とか不活化させることができるということが確認できたので、まあ、すごく、まあ、これは興味を持ちまして、で海外にも高い評価がありましてですね、まあ、海外の病院とかオペ室とかそういう空港とか公共の場所でもね、使われておりまして、まあ、日本でも有名なホテルとかでも介護施設なんかでも採用されているところもありまして、私どももまあこれをぜひ成功しようと思って今やっております。今そのどんな対策が取られているのかってすごく患者さんたち気にされると思うんですけども、この光触媒技術を採用するにあたって他にも決断を後押しした効果があったとお聞きしてるんですが、そうですね、どういったことが、成功する上ですごく短時間でそれができるということですね。まあ、養生とかそういう大掛かりなことをせず、まあ、その吹きつけることによってその酸化、チタンがしっかりこう、まあ、張り付いてくれることによってその効果が出るということですね。でそれがまた長持ちするってこともすごく大事だと思いますけども、まあ、そういうことによって、まあ、安心して買える環境っていうのを作り出すことができたと思います。ちなみに施工時間はどれくらいで済んだんですか？そうですね、まあまあうち結構広いんで、でもその広い病院でもまあ2時間から3時間ぐらいですかね。あ、もう全然1日もかからずに。はい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 、そうなんですね、はい、それでも院内がねこうクリーンにというか、はい、保てるのであればすごいいい対策かなと思うんですけども、先ほど私ちょっとプロフィールでご紹介した2020年8月にも中華街に会員されるということですが、はい、こちらについてもお聞かせいただけますか？そうですね、これは実は本当はもう年明けからやるつもりだったんですけども、今回のコロナウイルスによって鈍化ぶりしましてですね、どん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 それが伸びちゃって、まあそれでもずっと、ね、放置するわけにいかないので、まあ、やっと8月ぐらいに開院することになったんですけども、でそこでやっぱ同じようなこうシステムとかを入れていって、まあ中華街の方というかその近辺にある皆様に、まあ、健康をね維持できるような病院にできたらなと思ってます。ちなみに中華街を選ばれた理由っていうのはあったりするんですか？そうですね、まあもともとそこに病院がありまして、そこをまあ手放すということの話があったので、それを受け継いでほしいということで、まあ、お受けしました。天空門医院は同業他社からも注目されているということなんですけども、何かこう秘密だったりとかあるんですか？まあ、そうですね、まあ幅広く対応できるということも一つですし、まあ、それも全てやっぱりそのどの患者さんに対してもオーダーメイドの治療をしたいという思いから、まあ、勝手にそうなっていったんですけども、まあ、その中で、まあ、低管理型の予防歯科ということで、まあ、そのやっぱ口腔内を、まあ、いつまでもこうご自身の、まあ、環境で保てるようにということで力を入れているという取り組みが、まあ、まあ皆様にもこう見られている、まあ、まあまあっていう感じがしますけど、見られてる、うん、ちなみに今こう会員通われている患者さんとかでこんな方がいらっしゃいますっていうのはあったりしますか？そうですね、あとはもちろんそのシステムもそうなんですけども、もともと私はその人とのその人との付き合いだと思ってますので、やはりスタッフにもそういう、まあ、人としてどう生きるかというかどう接するかっていうのにすごく強くまあいつも話をしてまして、なのでまあスタッフ間では結構僕は、まあ、人としてこう外れたことをすると結構僕は怖い方でみんなこう怖がってるみたいですけども、まあ、そういうことで何ですかね、そういうことをすることによって、今までこれまで歯医者さんに行きづらかった人とか歯科恐怖症の方とかもそうですけども、あとは関心なかった人でも、まあ、話を、まあ、聞いてもらえるといいますか、そういう形でどんどんと、まあ、今までは痛くなったら行くところが痛くなくても管理するために行く病院っていう形でみんな認識していただけることができたので、まあ、今日のこのような患者数が増えていくことの要因ではないかと思ってます。ちなみに今こう力を入れて取り組んでいることだったりとか、この先、まあ、こういう展望を考えているとかっていうのはあったりしますか？そうですね、先ほどから言ってますように、やっぱりまあ一人一人に合ったオーダーメイド型の、治療っていうのはやっぱり目指してまして、その中でも予防もそうなんですけども、やっぱりまあ新しい予防の追求といいますか、まあ歯医者さんなんですけども、やっぱりお口の中の菌のコントロール、環境のコントロールですけどね、その
そもそものやっぱ食事とかそこら辺もやっぱりちょっと取り組みながら、栄養学も取り組みながら、その年代に合った適したその食事方法とか、特にそうですね、高齢者の方だったらいつの間にかこう歯がないことによって、噛み合わせが変わることによって食が制限されてるってことがあって、本人自体それに気づかずに何も食べれてると思っているんですけども、意外とそこら辺が偏りがあったりして体を壊してる方も結構いらっしゃいますので、そういうことに対してもしっかり管理できるような、子供であれば発育に関する問題とかもそこら辺も取り組みながら、まあ、大きなその、なんですかね、いるかどうから墓場までみたいな感じの、そういう予防歯科医院という形でやっていきたいなと思ってます。そしてその取り組みの、まあ、システムもそうですけども、考えとかも、同業他社さんと一緒に共有しながら、もっともっとこう切磋琢磨して伸びていくような組織を作って、みんなに巻き込んで、その地域の方々の健康もそうですけども、この国民全体の皆さんの、健康も保てるような、そんな組織にしていきたいなと思ってます。横浜だったりとか中華街、あとは静岡、天雲院がある方々はいいと思うんですけども、例えば都内に住んでたりとか、地方に住んでる方がこう相談乗ってもらいたいとか、こう質問があるって言った場合は、何かこう質問する手段とかだったりしますか？まあ、今後ちょっと今調べてますのが、そのオンラインで、つないで、相談を受けるということをしようと思ってます。まあ、今でも、まあ、セカンドオピニオンと言われる、まあ、今の治療方針が不安だとか、あとは、もう本当些細な質問とか、ね、今後、自分の口はどんな感じなのかっていうのを、病院に行くのはちょっと怖いけども、聞いてみたいって方は結構いらっしゃって、それらに対してはもう今取り組んでたんで、まあ、この時代とともにやっぱりコロナも影響もありましたんで、まあ、オンラインって形で、まあ、皆さんに、まあ、今までは地域だったんですけども、それが、まあ、全国、みんなからの、皆様からのこの質問とかもお受けできると思います。ありがとうございます。ちなみにそのオンラインとおっしゃってたんですけども、天空歯科医院の、ホームページからオンラインで問い合わせそうできでするってね。形ですかね。そうですね。ごめんなさい、こう詰まっちゃった。リスナーの皆様も何か質問がありましたら、天空歯科医院のホームページを検索して、そちらからメッセージとかお問い合わせいただければなと思います。それでは最後に天空先生に曲を一曲選んでいただきたいんですけれども、何かございますか？レッドホットチリペッパーズの「バイザウェイ」で。こちらはなぜ選ばれたもんですとか？もと私はそのレッチリって言われるそのバンドのギタリストがすごい大好きで、僕の中ではギターの神様なんですけども、まあそのまあこのバンその彼は結構もう2度脱退してるんですけども、この度また3度目にまた復帰したらしくて、それを最近雑誌で見まして、すごくテンション上がってきまして、それで今回はちょっとそれを流させてもらおうと思いまして、その中でもメジャーな曲で「バイザベイ」という形にしました。ちなみに天空先生もギター弾かれるんですか？ちょっとですね、ちょこっとですね。ギターの神様ギってターの神様、僕のギターの神様です。ライブハウスとかでちょっとコピーさせてもらったりは昔しました。おお、はい。それではこちらの曲をお送りしたいと思います。天空の竹信さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。